まな板シート。今日もデイで、ドライゼロフリーいただきます。ただいまの時刻3時14分。どう？師匠聞いてる？いまいち？うん。ちょっと足りない。さあ、では焼き鳥いただきます。全然焼くと思う。火にかけます。舞茸と椎茸、たっぷり。で、そこに
塩。塩。そしてお水、一合分のお水。これはご飯の量ですね。はい、今日はこれ使います。豚汁の具、そして先ほどのご飯を蓋して、はい、ラグを入れました。はい。じゃあこれで炊飯していきます。はい、2本目いただきます。じゃあ続いてロースカツ出来合いですけど、これをちょっとねパリッとさせます。卵3個、お味噌入れます。
クシができました。さっき長子をね外して火にかけたんでちゃんとねおこげもできてます。ではうまっ。続いて豚汁、おお具だくさん。いい味出てるわ。で、じゃあ続いてカツの卵とじ、いただきます。サクッとしてうまい。